ベスト8の壁高え。高かったね。いやマジで惜しかった。マジで。あのさ、うん、そのちょっと通話しながら見てたんだよ。はいはいはい、したら一人全くサッカー知らん、やつが途中から入ってきて、はいはい、それこそ延長戦ぐらいで入ってきて、はいはいはい、ああ、マジでサッカー知らないの、うん、で、お、これはワールドカップみたいな、うん、そうだよっつって、これ何な、何国ぐらい参加してんのっつって、いやもう各地域ごとがあってっつって、うん、で各地域の予選で勝って32カ国、うん、でそこでリーグ戦やって上の上位2組が今度は決勝トーナメントやって、で今ベスト16やってんのよ、うん、じゃあ何世界で16番目ってことっつって、そうだよっつって、うん、すごいじゃんみたいな、あーそうだね、こいつ楽しそうだなって嬉しいよ、ね、そこからみたいな、いや嬉しいよね、うん、延長だけどって言ったら、うん、あのサッカーって45分45分あって、うん、で今同点だったから延長やってんのよっつって、うん、えじゃあ何もう2時間近く走ってんのっつって、超人じゃんみたいな、めっちゃいいやつだな超人です、誰だその人、その当たり前のこと気づかない人多いからね超人たちなのっ、これね勝てそうなのっつって、うん、いやもう格上、ね、今もう同点なのがすごいみたいな、うん、ちょっと待って相手の国って前回準優勝なのっつって逃げ目に出て、ちょうど出たんだ、あーそうかそうかそうか、まあ、えマジ世界2位やから、いやそうだよめちゃくちゃいいやつだなすごいね、で延長が終わってピピってやって、うん、引き分けじゃんみたいな、えどうすんのトーナメントだからって、この後 PK 戦つPK? めちゃくちゃ綺麗に PK 知らんボール持ってさ、キーパーとゴー、うん、ゴールの方行ってさ、ね、あの点が打ってるじゃん、点がっつって、あそこから蹴るっつって、えちっかみたいなえ絶対入んじゃん、うん、だからそうだよ絶対入んの分かる、いや何がっつって、絶対入るから絶対入れなきゃいけないの、あそっかみたいな、めっちゃいいやつそういうことか、すごいな、そういうこと、紹介してほしいよね公式番組面白そうなでこれはどういうルールっていうから、うん、いや5人ずつ蹴ってあの多く決めた方が勝ちで、引き分けだったらもうサドンデスで、はいはいはい、もう入れて外してが起きた瞬間にもう終わりみたいな、うん、みたいな、うん、もうこれ始まんのみたいな、うん、それ始めるよっつって、だってさこんなんさ絶対決まんじゃんその外れたらどうなのっつったら、いやまあそのまあ言われるよ、そのよくも知らねえやつからすげえ言われるよ、いろいろな、うん、おかしいだろめちゃめちゃいい言ってんのに言ってるぞ国背負ってそうこんなプレッシャーなんか剣でしょ外したら言われんのっつって、いやもう言われる、うん、残念ながらバカなやつらにっつって、うん、おかしいだろどんだけいいやつだ、めちゃくちゃいいやつだなで始まってさ、ねえ2連続止めそうやねえ、えぐかったな、うわーってなって耐えられねえよ俺さっきまでサッカー知らなかったんだけど、絶対攻めるじゃんこの人たちっつって、え4番目の人キャプテンっつって、うんうんうん、吉田、うんそうキャプテンだよっつって、マジかっつって、でしかも多分だけどおそらくだけど今回で代表は多分引退だと思う、うん、そんなそんなじゃあどうなんのよこの人のサッカー人生は、うん、いや大丈夫大丈夫、もう超もう大丈夫すごい人だ、超すごい人もう実績100個あるから大丈夫っつってあーそっかー、これでワールドカップ終わりっつって、終わりベスト16っつって、でもベスト16ってすごいよねって言うから、うん、いやすごいよ、だって、うん、だって日本で J リーグが発足した時、うん、50年はワールドカップ出れないって言われてたんだよ、うん、それが、そうなんだ、もうあっという間に出場してすぐね、うんうん、それこそねドーハの悲劇とかあったけど、うん、あったけど、でグループリーグ突破はもうしばらく無理だろうって、うん、突破してでベスト16、ベスト8の壁4度目のチャレンジだったんだけど、だから大丈夫日本は、うん、もっと強くなるっつって、うわすげえなーっつって、いやでもみんな悔しいだろうけど、うん、でも
来年取り返してくれよ。あのね、違うんだ。ワールドカップはね、4年後です。4年後。耐えられなくなっちゃうよ。でもその人はすごい吸収が早い。うん、早い確かに。なんかスポーツ見る才能あるよ。ああなるほどね。うん。俺昔サッカーそんなに興味がなかったっていうか、スポーツにそんなに興味がなかった時期に、あの一緒にバンド組んでたドラムのやつがめっちゃサッカーファンなの、はいはいはい、で当時関西住んでて、あのガンバ、ガンバ大阪、そうそう、あもうサポーターなのよ、はい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 、ガチサポーターで、おちょっと安城ちょっと俺ちょっとサッカー明日見に行くねんけど一緒に行かん、あ、はいはいはい、でチケットがあるからって言って、で俺も何もなかったから一緒に行ったんだけど、うん、まあ、結果から言うと意味が全く分かんなかった、はい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 、だけどサポーターがこう 熱に煽られて、その自分が応援してるガンバのゴールポストの裏、あおもうほんと真後ろでサポートするっていう位置にいた時に死ぬほど楽しくて、あーいいね、そういいね、だからなんかわかんないけど、俺野球はなんかとある諸事情で苦手意識が強いんだけど、うん、親父のせいで、あるんだけど、だけどサッカーはなんかその時から好印象ではあった、あいい出会い方してるね、うん、でそれでやっぱテレビとかでこうワールドカップとかが中継されて、あサッカーめちゃめちゃ面白いなってなった人間なのよ。アベマで今回さ、今回アベマで見れたじゃん。尋常じゃない人数見てる。何人ぐらい？先日のクロアチア戦は再生回数が2000万だそう。2000万再生。一晩で？一晩で。やっば。しばらく経った米津玄師の新曲や。マジ？例えよ。MV でしか見たことない。2000万再生。やっば。そうだね。2時間やった試合で。初めて見るって人もたくさんいただろうね。いたし、うん、ケンスケホンダの解説もあったし、いやめっちゃおもろかった、めっちゃおもろかったな。あれそらうざいわー。うざいわー言うんだよね。わかりやすいよね。居酒屋解説ってね、いいんだよね。 WBC の時は昔、うん、ね、工藤古田のあれよかったよねー。そう、スポーツはやっぱいいよ。今 YouTube とかで解説とかも充実してるから、うん、多くだしねー。全然ちんぷんかんぷんだもんな。っとあっくん全然わかんないっ す, いいよ、やろう。いやいや、見たい。サッカー23 んやろう。なになに、サッカー23で、サッカーに、サッカー部分募集中。何の話ですか。何の話ですか。察しが悪いな。俺と一緒にサッカーしようぜ。いいの、いいの、いいの。いいの。三番目に仲間になるやつか。でかけて今こいつ主人公で付き合ってくれてる悪友で、中学の時とかに結構チームであんまり馴染めなかったり、何一生懸命やってんだよあっくんっつってやんなくてふてくされてたやつが声かけられて、いいの、いいの、サッカーやってっていう。そこじゃん。いや、いい。でその時の和数の名が背番号3。めっちゃいい。なんかあの妹とかいてほしい。なんかあのお兄ちゃんサッカーしなくなっちゃったなみたいな。ゴーエンじゃねえかよ。ゴーエンでもバイトはしてる。そうそうそう、バイトはしてる。弟と妹たちのためにバイトしてる。大家族系ね。走って新聞配達してるから足腰めっちゃ強い。ああもうすぐ戦力になるんだ。で俺たちが手伝って新聞配達の時間を短くして朝練する。あ、いいね、いいね。いいね。お前らってなるやつ。大学はスポーツ推薦を狙うために。そう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 。いや、いいやん。いいの。熱い青春物始まる、ね。やるかサッカー。でもやっぱやるとね、見方変わったよ。俺サッカー全然興味なかったの。なんでかっていうと、あの野球は見るポイント決めやすいんよ。ああ、まあまずピッチャー対バッターの1対1が、そうそうそう、まあ本当はもっと細かくね、守備が実は1か1対とかあるけど分かりやすいもんね。見るだけなのに。絶対好きな選手がいたとしたらさ、その人の打席の時だけ見ればいい。ああ、はいはいはい、はい、打席の時見てとか、4番の人とか打つとかみたいな、チャンスの時とか見てね、そうそう、うん、っていうのがあるんやけど。確かにサッカーっていつ、そうやね、来るか分かんないからね。ちょっとトイレ行って帰ってたらゴーって見逃せないからね。そうだからずっと見てからいけなくて結構しんどかったんやけど、でもそれは多分俺がスポーツにのめり込んでなかったからね、そういう考え方してたのが、はいはい、めちゃくちゃライトやったから手軽に見れるそういう野球っていうスポーツの方がって言ってたんだけど、いざゲームやってみて、はいはい、
見え方が変わって、はいはいはい、いや練習すなあかんなのゲームすごいよ練習必要だよ、ね、あのボールのトラップの仕方から練習するんです、はい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 、一緒だそう受け方とか、 なんか入れてる方向でボールの転がり方が全部変わってきて、うん、なんかそういうの見てるとやっぱあのワールドカップのプレー見とってえ今のトラップ何みたいなあすごいなできないこれそうめっちゃいいそうなんか実際サッカーやったことほとんどないけどでもやっぱ俺ができないことを平然とやってのける世界を見てめちゃくちゃ興奮するのやっぱスポーツの話題に付き合えないときちょっと悲しいもんね別にいいけどね、うん、それはやっぱ好きじゃなければ、うんうん、なんだけど最近ちょっと疎外感が強いみんなだってサッカーなそうだね だとしたらだとしたらもう大丈夫だよ、うん、この国の熱は引いてくれ終わった悲しいけどでもいっぱい J リーグはあるし、うん、海外リーグもあるし、そうだよなみんなで一緒に盛り上がるタイミングは、うん、大いに越したことはない、うん、まあそりゃそうよ趣味が多いのはいいこと、うん、面白かったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。